伊勢崎空襲。伊勢崎空襲は、太平洋戦争末期の1945年、昭和20年8月15日0時8分から2時15分にかけて、アメリカ軍により行われた群馬県伊勢崎市に対する空襲である。秋田県は秋田市の土崎空襲や埼玉県、熊谷市の熊谷空襲と並んで最後の日本本土空襲となった。戦後、伊勢崎は、 県内の前橋市や高崎市と共に、戦災都市に指定され都市計画事業が立案されたが、被災者などの反対により、事業を断念した。8月13日、アメリカ軍第20航空軍司令部は、第58、第73、第313、第314、第315爆撃航空団に対し山口県、光市の光海軍交渉、 同意は国市の浅里布の操車場、大阪府大阪市の大阪砲兵交渉、秋田県秋田市の日本石油製油所、群馬県伊勢崎市及び埼玉県熊谷市の二都市の市街地に動員可能な最大限の航空兵力による攻撃命令を下した。航海軍交渉と浅里布の操車場と大阪陸軍交渉に対しては、昼間の攻撃計画が日本石油製油所と伊勢崎市と 熊谷市に対しては、夜間の攻撃計画が立案された。このうち、伊勢崎市は、中島飛行機のための航空機部品、機体とエンジン製造を担う、中心地の一つ、または、同社の生産を可能とする分配基地とみなされていた。戦後、米国戦略爆撃調査団によりまとめられた、調査報告書には次のように記されている。攻撃目標とする伊勢崎の都市部には、 いくつかの町工場や小さな繊維工場が一致し、それらは周辺部に位置する工場に寄与するものと考えられた。市街地の北2800フィートの位置には中島飛行機の油圧用機器、またはエンジン部品を扱う伊勢崎航空工業、攻撃目標90.13から1545番周あり、3000から1万人の行員を有していることが報告された。また、 市街地の東部に新たに建設された3つの工場や、市街地の南約800フィートに位置する工場も、また、航空機部品生産に従事するものと考えられた。日本の首都、東京の北西約82キロメートル、群馬県南東部に位置する伊勢崎市は、国有鉄道両毛線と東部伊勢崎線が接続し、主要地方道路が市中心部から放射線上に伸びるなど、 交通の要衝として発展した。また、伊勢崎は、古くから養産業が盛んであり、織物の町として栄え、1940年、昭和15年9月13日に、近隣の村落と合併し市政が施行された。伊勢崎の東約 16km の位置には、航空機生産の盛んな新田郡大田町があるが、戦時体制の確立と航空機の需要拡大に伴い、 1942年、昭和17年9月に、市内末広町に、中島飛行機伊勢崎第一工場、市内平和町に、同、第二工場が建設され、主要工場の一つである、小泉製作所の所轄下に置かれた。両工場は、抽選の時点で、約6000人の行員を有し、第一工場では主に油圧関連部品、第二工場では主にボルトやナット類の製造を、 行った。1945年、昭和20年2月、中島飛行機、大田製作所が、アメリカ陸軍、第20航空軍の B-29 及び、アメリカ海軍の艦載機による4時にわたる、空襲により工場機能の85%を喪失し、行員101人が死亡する被害を受けると、同製作所が担っていた。 最終組み立て工程以外の作業を県内の伊勢崎市と桐流市と新田郡小島町、栃木県の足利市と阿蘇郡田の間町、埼玉県の本庄町などの商部品組み立て工場に分散させようになった。1943年、昭和18年7月、市内の織物工場は商工省の指示により保有設備を戦争資材として教室、1944年、 昭和19年には、企業整備により、軍需繊維工場へと転換し航空機用ハフや、落下産用船の製造に従事した。1945年、昭和20年には空襲の激化に伴い、周辺部の機械工場の疎開先として、軍需工場へと転換したが、この他にも、化造寺公園や伊勢崎競技場や、市内の国民学校が、中島飛行機との要求に応じ軍需工場や、 関係施設に転換した。さらに、同年8月に、市街地では、建物の強制疎開が行われ、防空対策のため、伊勢崎駅、伊勢崎警察署、伊勢崎市役所、伊勢崎郵便局の各付近と本町3丁目の5カ所に、防空空空基地が設置された。本作戦には、アメリカ陸軍第百十四航空団所属の、戦導隊十二機と本隊十一機、 第73航空団所属の10機の合計93機の B-29 爆撃機が参加した。このうち第314航空団には熊谷の攻撃部隊と同様に第8航空軍所属の10機が加わる予定だったが、最終的に作戦参加は見送られた。事前の偵察によれば、伊勢崎周辺に校舎法人地は確認されなかったが、 日田軍大田町周辺には60ミリ重宝軍が配備されており、有効射程範囲内での迎撃が想定された。前回8月5日の前橋市に対する空襲の際に、大田地域でわずかな迎撃に遭遇したことから、1万5000フィートの高度を保ちつつ同地域の防空網を回避することを予定した。これに対し日本陸軍の航空部隊は、第10飛行次第が、 関東上空の防空任務にあたっており、終戦の時点で、千葉県東葛飾郡の柏陸軍飛行場と、松戸陸軍飛行場と藤ヶ谷陸軍飛行場、同インバ軍のインバ陸軍飛行場に、霊下の戦闘隊を配備していた。なお同師団は、出動可能な航空機として三式戦闘機、飛燕を十五機、一式戦闘機、春を二十機、二式福座戦闘機、都竜を三十機、 四式戦闘機、疾風と二式短座戦闘機、小機を三十機保有していた。また、大田町には、第十二方面軍令下の校舎第一、四段独立校舎法、第四大隊、通称、晴れ1955部隊が配置され、由良、下小林、古戸、小泉に校舎法陣地を構築した。同部隊は、中島飛行機の主要工場、大田、 小泉製作所と大田飛行場の防衛を目的としたもので、2式2型3艇具を連結させた99式 8cm 高射砲を18門、3式 12cm 高射砲を6門、88式 7.5cm 野戦高射砲を6門、合計30門の対空火器を保有していた。このほか、近隣の丘陵には、関西機の攻撃に備え、 機関銃を装備した部隊が展開された。8月14日17時2分、米軍時間8時2分に第73航空団の一番機がマリアナ諸島の基地より離陸を開始し、同17時45分、米軍時間8時45分に、第314航空団の一番機が離陸を開始し、同19時5分、米軍時間10時5分までに全機の離陸が完了した。このか。 風力測定用の航空機1機が派遣された。第314-73航空団は埼玉県熊谷市に対する攻撃部隊と同様に、洋島上空のポイントを経由して、本州近海に迫り、長子市,市にある日本軍の防備施設を避けるために、鹿島灘方面から茨城県上空に侵入しが、裏の北方のポイントを通過した。 伊勢崎は周囲に産地がない絶好のレーダー目標だが、予定ルートでは向かい風を受け、目標上空では上昇気流により、登壇が困難となることが予想された。そのため高度を1万5000フィートに保ち、予定ルートと並行して流れると根川といくつかの橋を目印に、飛行し、伊勢崎と前橋と高崎の三角地帯を特定した。8月15日0時8分。 米軍時間8月14日15時8分に第73航空団所属の一機が初段を投下して爆撃を開始した。これに対して日本側は14日23時に警戒警報が発令され15日0時28分に空襲警報が発令され対液行動や消火活動が行われたが市内東部から次々に火の手が上がった。この空襲により 伊勢崎市内では1953戸が被災、8511人が被災し29人が死亡、154人が負傷した。近隣の沢郡三里村では55戸が被災、365人が被災し7人が死亡。道縄村では85戸が被災、510人が被災し3人が死亡。道宮郷村では26戸が被災。 130人が被災し1人が死亡する被害を受けた。この空襲で市街地の大半が焼け野原となったが、消失地域は3つの帯状となっている。このことについて伊勢崎市は攻撃編隊の核機体の間隔を示すものと推測している。市街地の約40%が消失したが、空襲当日が無風状態だったことや広大な防空空空地を 設置していたためる衣装が食い止められ、人的被害は最小限に抑えられた。このほか、富士重工業30年市は、市内北部に位置する中島飛行機伊勢崎第1工場と、市内東部に位置する同第2工場も被災したが、生産に支障が出るような被害はなかったと記している。アメリカ軍の報告書によれば、8月15日2時15分、 米軍時間8月14日17時15分に第314航空団の1機が最後の爆弾を投下するまでの2時間7分にわたって爆撃が行われた。爆撃は第73航空団所属の8機と第314航空団所属の79機の合計87機が行い目標上空の高度14,200から19,000フィートの 地点から614.1トンの焼夷弾27発の爆弾を投下した。作戦参加機のうち70機がレーダー照準による爆撃を行い、17機が目視による爆撃を行ったが、火災により発生した上昇気流と煙に遭遇し、レーダー照準の特定は困難を極めたという。第73航空弾と第314航空弾は、 攻撃目標へと向かう途中の日田軍大田町において2から4のサーチライトの照射と重砲と光射砲による不正確な迎撃を受けたが攻撃目標上空や飛島の際には光射砲による迎撃はなかった。また日本軍の迎撃戦闘機4機を確認したと記されているが作戦を通じて航空機の喪失はなかった。このほか、無効化なサーチライトは 立川、八王子、厚木、平塚で確認された。一方、日本側の第一福音局が作成した本土防空作戦記録は、第10飛行士団各隊が航空機を各4機、出動させたが、敵機はサーチライトの照射地区に侵入せず、戦火は上げられなかった、と記している。伊勢崎市が空襲を受けた8月14日深夜には、 近郊の都市や村落でも空襲による被害を受けた。新田郡大田町周辺では8月15日0時から2時にかけて東部から飛来した B-29 による爆撃を受け、大田町では6人、近隣の小島町では5人、宝泉村では1人、森田村では1人、大田市市では5人が死亡した。また、高崎市周辺では14日深夜から15日2時52分にかけて、 空襲を受け、高崎市では14人が死亡し、新編高崎市では8人、高崎市では21人、総務省では2人死亡としている701個が被災、高崎区裁判所、塚沢国民学校、北国民学校、群馬県立高崎高等女学校、群馬県立高崎商業学校などが被害を受けた。さらに、高崎郊外でも群馬郡東村や同滝川村や、 同美の輪町などの町村が被災、田野郡神奈村では一人が死亡した。なお、前橋、高崎地区には1945年、昭和20年7月に、校舎第一師団霊下の校舎砲、第117連隊の主力及び校舎砲、第115連隊の第三大隊が派遣されていたが、戦死総書は、この空襲において、B-29 一機を撃墜、 本土防空作戦記録は、撃墜一機の他にない死産機に損害を与えたるものと判断すると記している。この他、神奈川県小田原市でも空襲による被害を受けているが、小田原空襲、伊勢崎、または熊谷の攻撃部隊が祈祷の際に余った、焼夷弾を投棄したものと見られている。1945年、昭和20年11月に、 市原基重郎内閣により戦災復興委員が設立され、12月30日に戦災復興計画基本方針が閣議決定。1946年昭和21年9月11日に特別都市計画法が交付され、伊勢崎市は前橋市や高崎市とともに戦災都市に指定された。当初の計画では8割の国庫補助と群馬県と、 伊勢崎市の負担により、資金をまかない、伊勢崎駅から北国民学校までの道路を、福音12メートルに、栄町通りと本町通りを、福音30メートルに、本町から南の上、泉町までの道路を、福音25メートルに、新伊勢崎駅から西町までの道路を、福音18メートルに拡張あるいは新設する、ことなどを計画していた。一方、この時期には、 市内の復興住宅が、ほぼ完成に近づいていたことから、都市計画に反対する意見が上がり、即時施行の立場を取る、推進派と被災者の擁護の立場を取る、反対派との間で対立が深まった。1947年、昭和22年9月、カスリーン台風の影響により、市街地が浸水する被害を受けると、推進派の伊勢崎市復興対策委員会、 市長の斉藤や三郎が会長を務めると反対派の伊勢崎市戦災者同盟が歩み寄りを見せ、同年12月の復興委員会の会議において、実情に即した都市計画案を作成することを決定し、早急に計画案を作成した後に内務省に陳情するものとした。なお、この修正案は国から認可されなかったと見られており、同年12月に、 内務省が解体し1948年、昭和23年1月に、戦災復興院が内務省国土局と統合され、建設院が新たに設置されるといった事情だは、機運の高まりの遅れもあり、都市計画事業の施行は断念されたと推測されている。市内朝坂町の平和公園には、伊勢崎空襲の犠牲者を追悼するため、1961年、 昭和36年10月に異霊等が混流されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。